やばThank you。 名前言っちゃった。ちょっと一瞬開けていい？はい。一瞬じゃなくて一瞬ですよ。たくさん開けてる。うわー。5瞬ぐらい。うわー。食べたい。食べなよ。いいの？うん、いいよ。先に食べて。半分残したよ。半分もくれるの？いいですか？半分でもなかったのに。ごめん、半分もいかない。大評価したよ、今自分のこと。ありがとう、大好き。ティッシュたくさんあげる。ティッシュ食べて。うま。うん、いらない。なんで？いらないってどういうこと？いらないの？本当に。え、ラーメン食べたい。買ってきて。これは。ラーメン食べたい。何回なんだよ。やめて、名前出すの。なんで？どこの動物かわかんない。いや、わかるだろ。なんで？友達の話だよ。うん、友達に頼んで。だから一般の人の名前を出さないようにしてって。ももちゃんの友達は一般の方でしょ。いや、実は芸能やってる方ですか。なんか何も告知してないけど勝手に始めていいかな、うん、誰に告知するんですか。え、ごめんなさい。じゃあやります。ファンが含む、うん、ファンが含む。告知してる人ない。してない。何も考えてこない。ねえ、だからさ、名前、ありがとう、ありがとう。名前出すのやめなって。名前出すの、うん、何？あ、ごめん。自分もや。もうなんかあだ名とかさ、作ろうよ。わかった、のぐっちは。それはそう。ぐっち。あ、ぐっち、ぐっち、いいね。ぐっちは、ぐっちに LINE しなよ。マジ、学部が終わってる。あ、これだ。ぐっちは、ぐっち。始めていい？はい。おいしい。おいしい、ありがとう。で、マジリップも塗ってない。マジのすっぴん。ん？え？チン。何？分かんなかった。分かんなかった。違う。もうやめよう。もうやだ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 、マジで。本当にめっちゃ。え、グッチに LINE した？グッチに LINE してない。なんで LINE してないの？グッチにもどっちが載せるの？うん。だって帰ってこないんだよ。うん。ね、Wi-Fi 繋げてるけどさ、みんな見えてるかな、ちゃんと。この Wi-Fi 弱いやん。弱い。切ってます。だからもう使わなくなった、うん、使わない。あ、最初から期待しない。ダメダメ。ここの会社には期待しない。期待しない、最初から。でワイファイ切った。やっぱみんな明日期待してるから。ね、待って、ごめんなさい。なんかさ、何にも喋らずにさ、進めちゃった。今は、まえちゃんと、まあ、誰でしょうか？まえちゃんと一緒にいるんですけど、誰でしょうか、みんな。まあ、もう一人いるんですけど、そのうちもうちょっと増えると思います。チーム E のみんなで。これは何でしょう？これね、これ何？ああ、フェスティバルだった。少なくない？ちょっと。みんなで一緒に。いやいやいや、汚い。みんなで一緒に勝負をします。いいね。ね、なんでそんな攻めてくの？え？なんでそんな、え、ね、キッシュ買った？はい。めっちゃいい匂いだね。うん。私にはこの唐揚げ弁当の食べかけがある。リオナさんとほのちゃんがいます。そう。ほのちゃんがいまして、向かい側に菅原がいるんですけど。これ今菅原の手でして、グッチさんも記録しない。だって今コンビニ行ってるもん。あ、そうなの。うん、さっきあった。で、私はあのなんだっけ、グッチさんさっき
昼昼なのこれやってたやってた、うん、やってから傘取りに行った。あ、なるほどね、雨降ってるかなって踊ってた。かわいい。そうね、お昼、これ何ご飯、何ご飯のお弁当、わかんない、本の概念ないよそうです、うん、本日本当は2食目の予定だったお弁当ここ見だから食べないでこれです。でも本日はもうここもまだここでこうやってさでも全部映ってるよ。うん、ごめんなさいね、ほら、ほのちゃん早くパスワード思い出してって書かれてるよ。違う、マジでわかんない、すいません。うん、いつもほののことブロックしてるのかな。うん、って言ったよ。ん、なんて誰それ。あー、わかった。あー、ふんぐちさんね。ふんぐちさんのライン知らないんか。知らないんだ。うん、なんかさ、教えてあげたいけどさ、で携帯作ってるからさ、何にもしてあげられないんだ。いや、ID シーカさん、一人で、あっち行って聞けばよくない。確かに直接聞きに行けない、何してんの。やばバイバーイ。どうします。だって、あの雰囲気の中、かなちゃんはあの会議室行けんのかな。大丈夫。いや、ほんと、おのおのバラバラの話しすぎてめっちゃ重い。いや、なんか失敗も食べたいからくださいよ。いいよ。あ、米食べたい。いいよ。ちょっと、どうしよう。なんかあれ持ってないの、フォーク。いいよ、それで食べな。夜ご飯配信ですかって言われた。うん、増えてない。ありがとう。全然ない。いい、別に。すごい。甘い米。うるさい。めっちゃ涼しいって。こうやって食べてるから、うん、太っちゃうの。でもこれ2食目だよ。2食目を続きを食べてるだけだから、私は。え？うん？みんなが弁当食べてる時、私アイス食べてた人。一人じゃないね。アミちゃんと。カマカはお弁当食べて集中できなかった。お前、お弁当食べたら眠くなっちゃうじゃん。でも食べないとやっていけなかった。なんかね、お腹すいたを通り過ごしてなんか食欲落ち着いてたの。本当にすがるっていっぱい食べるんですよ。めっちゃ食べますよね。うん、うん、でも私も返して食べてるよね。うん、でもおかしいんだと思う、すがるが。うん、みんなみたいに我慢できないのがおかしいんだと思う。なんかみんなはいっぱい食べるにしても、うん、今日はやめとこうって我慢できるの。うん、すがら我慢できないの。分かってる？言いたいこと分かってます？分かるよ。ないよ。どうにかなる。そう、どうにかなるんよ、人生ね。うちらの毎日のさ、だって、うん、運動量考えてみ。え、でも本当にすがらのよ。私今日マジ顔これぐらい赤かったもん。なんて。え、レオナさん頑張ってた。全然すがら今日は汗かいてないわ。うん、汗かいてるけど、うん、なんかもっとできたかもしれないけど。ネガティブだからやめて。まず、うん、体に入ってない。いや、でもお前も大変だね、まだ。マジで入ってない、うん、今、うん、全然入ってなくて、なんか、うん、今日まずある曲通しますみたいな、うん、ってなった時にマジで振り分見てなくて。あ、なるほどね。マジで見てなくて。今日やったやつじゃないやつってこと？今日やったけど、あの、うん、今日は振り入れしてない。あ、なるほどね。そう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 、そういうことだよね。それでマジで、うん、なんか、うん、見てなくて、うん、見ないでやったら全然覚えてなかった。いや、私は練習したと思ってたのに、なんか一人で、ね、なんか動くタイミング間違えちゃって、隣にいたどんちゃんに、なんか言い出しがおかしくなったのかと思ったって言われた。何？ん？分かった？うまいよ。マジで？うまい。声引く。やだ。今反省会してる。ラオナショールームしてるんだ。キモ。ラオナ何してるの？ YouTube？
ユーチューブこれ誰だ、何してるの、マジで誰、何キャラ、ラインライブしてるのショールームしてるの、今反省会してる、反省会してる、そう今日のレッスンの反省会してる、じゃあどこ反省、マジで反省点どこ、マジで、え、本当に、うん、あのフリブイを見ずに通したこと全然恐れてなかった、正直自分がヤバすぎて人の間違いに気づいてない一回も、だからみんな今日のレッスンの映像見て、うん、ちゃんと、うん、そうだよ、じゃあミュートにしてあげよう、来たよ来たよ来たよ、この無音の間にショールームのパスワードが分かりました、え、寒いかも、もっと、うん、は立ってるお前がやれとちょっと上げてほしいです、ありがとうございます、立ってるお前に任せる分かりましたよ、やりましたよ、よかった、ほのちゃん、ショールーム来ますよ、行きますよ、みんな、いる、やばい、コンビニを行ってからここ来ればよかった、ね、だからやっぱグッチさんと行くだけグッチさんに頼むっていうのはどう、もういた、そこにグッチ早っ、で、あの、あれ見てた、売り食い見てた、ライン返さず、グッチ、グッチ見てたんじゃなくて、うちらに送るために確認したから、なるほどね、そっちが、それはそうだ、昨日の映像見たら、ピカあ、ピカってしてたね、してたよね、うん、そうなの、こう、なんかね、多分接触悪いね、カメラも、そうなんだ、 S 柄は、あの、フリブイ来たらすぐログインできた、フリブイを確認するババアなんですよ、わかる、一緒、フリブイ確認ババアでしょ、え、マジフリブイ確認ババアでしょ、とんでもなくボスつってんだけどエフェクトあるよ、エフェクト、エフェクトあるよ、エフェクト、こんなエフェクトあるよ、サザエさんみたいな、エフェクトあるよ、フルームできないんだけど、これやって、これする、エフェクト、なんて、エフェクト、ない、エフェクトだよ、ね、待って、マツコさんいないのにマツコさん登場って書いてたけど、怖い、どういうこと、誰なの、どういうこと、マジでマツコさん見てるってこと、見てない、あ、見てんの、見てるならコンビニでもおこたんめん買ってきてほしいレベル先輩コミック使うんじゃない、ね、使っちゃいけないんだけど使いがち、あ、来た、もうやってます、いると思ったよ、やってます、もうやってるよ、元気してんの、コモやってる、どっちコモもやってる、あ、もうやってる、びっくりして、ね、あのさ、これのトーン、トーン、誰だ、間違えた、マジで今何も喋れなくて、なんか苦しい。ねえ、めっちゃ言ってる。疲れてるの？え、違う。何も言えないから。言えなくて、なんか大した会話ができない。ごめん、ありがとう。え、でもさっきからグッチっていう名前だけは出してる。いや、もうこの二人が勝手に名前出すんですよ、すぐ。じゃあ名前が出ちゃったから、そう、あれグッチって。だから考えてみる、グッチです。うちらのマネージャー、グッチさん。グッチさん。言っちゃダメだよ、あ、マネージャーの話、え、そう、違う、今だ、今だあー、分かった、でもそれを一回普通に喋っちゃうんですよ、この二人が、え、グッチの話はダメなの、いや、でも普通に、え、どっち、グッチはどっちのグッチマイコさんの場合はマイコさんのグッチはどっち、え、マイコ、あ、お揃いだ、あ、え、え、待って、ミルクオーブ入れました、え、なんか泡だった、あ、そういうことか、歩いてたら泡だった、じゃあ本当に普通の会話みたいに出すからあんまりこう言ってあげるのってやめなって言って、普通に名前をって思う、そう、名前も名字で、だから、この人誰か当てて、
腕、口てかさ、それさ、ショールームに流してたらバレるやんこうこう、こうこうこう、もう一回だけいくよいや、でもそれすぐ分かった、私それもグッチさんやうちの会社グッチ多くないグッチ多いんすよグッチ、え、グッチ3人いる、グッチえ、そうなの、え、そのグッチだけで合わせたら3人いるじゃん誰、本当に誰え、だからもう同じグッチ同じグッチが1人、2人であ、そっかそっかグッチカーブしてるあと、全部バラしていく見てるんじゃないよチーム E が2グッチでえ、違うよ1グッチえ、違うよチーム E グッチ1人違うの1人え、これ違うの SS SS え、すごいじゃんグッチ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 1グッチ1グッチ1グッチトリプルグッチリンゴそうなんだえ、ショルムしてんのほんま食べてるからくまちゃんがスタバ取ってくるときのがレオンちゃん買ってくれて優しいですよねやばやばえ、ショルム買ってない優しいですやばいほんの買わなきゃでもほんのは毎日自分のために買ってるからいいよ、自分のためにガラはこの前、マキッチに置くそうしたガラもなんかいっぱいここラーメン食べたえ、チャラ違う、チャーハン食べてくれて食べさせてくれチャーハン食べさせてください気づいたねえ、うがいしてるあれかもマイクも手洗ってくるあ、ここにあったあれも知ったうわ、うわ嬉しい嬉しい話しますか何の話するくまさん、お題ちょうだいえんお金ちょうだいお題ちょうだいお題ちょうだいお題最近嬉しかったことおぉ、最近嬉しかったことですか、うん、ないのみんなと出会えたことうん、ありがとうやった、待って、私もショールームやろうまいこさん、ね、嬉しかったことなんですか嬉しかったこと最近嬉しかったこと今 MC のお題が今、最近嬉しかったことなんですけどあ、奢ってくれたことやあ、ごまちゃんが捕まってくれたことうん、嬉しいねはい、くまちゃんくまちゃんそんなくまちゃんは最近嬉しかったことはいなんだろうなんかだっけなびっくりしちゃったえ、まいこさん、今始めたのうん、こう回ってくれてはこう回ってくれてはわいわいそう熊崎さんは最近嬉しかったこと、はい、あ、家族でしゃぶしゃぶ食べに行ったことあー、うん、家族でって言うのよ、ほんといい子確かにね羨ましいな羨ましいだよ羨ましいだよ今の聞いて、うん、この嬉しかったこと何家族でサッカー見に行ったいいの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 いつもやんでレオナさんは家族で家族で焼肉食べに行ったいいな焼肉いいのいいなマイコはマイコは家族で犬山に旅行行ったあ見た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 日曜日休みだったんですいいなぁ、いいなぁ、めっちゃいいよ、かわいい、いいなぁ犬山、犬山すぐ行ける、行こうよいいなぁ犬山行ったことない真ん中の城下町みたいなのもさこんばんはありますよね、あそこそう、あれ初めて行ったんだけどお団子食べましたお団子食べた、お団子も食べたし、なんか炙り寿司みたいなの食べたしへぇ、美味しそういちご飴みたいなの食べたしへぇ、美味しそう違う、自分のね、自分自分なんもないスガラもこれ専業してるから目は見えないあどうしようかなまあそう、レーベみたいなもんだねはい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 こんばんは水立てたらいいじゃんうん、うん、水立てて、うん、ティッシュの箱を置いてその上に乗せたらいいじゃんでもティッシュ使いたい場合はどうしたらいいあっちから取ってくるわこれじゃないあっち自動車学校あっちから学校を探してます
あっちから取ろう。充電しよう。くまちゃんは絶対、え、なんか財布とかはない？あるある。めすがらがこれ使ってるからな。来た来た来た。あ、来た。くるくるしよう。やばい。え、その画面やばいよ。斜めしてるかな。くるくるしてそう。Wi-Fi つなげてるの？つなげてない。まあ、選手力いきます。リセット嫌な選手力。マジ？つなげてた。選手楽ってね、リセットの選手楽いた。いた？何してた？一緒に出てる。うん。あ、そういうことね。一緒に出てたの。え、卒業公演と一緒みたいなやつですよね。え、誰の？ユリアとか。うん、うん。シャオンカミヤさん。え、違う、誰？マキさん。セイラさん。セイラさん。あ、まあでもありえそう。なんか、あ、マキさん違うもん。違うか。なんか食べた。なんかいたような、いなかったような。なんか千秋楽卒業公演。全然じゃない？うんうん。出てたんだと思う。いや。けど出てそう。夢に行く。ユリアはもういないからね、ちょっとね。巡り巡って。ああ、そうかもしれないです。だって、もう、普通に行ったらしい。頼んでいい。いいよ。普通に行ったらしい。ね、頼んでいいってどういうこと？用事があるから。ああ、OK です。ちょっと一瞬外します。これ誰か映ってりゃいいんだっけ？映ってなくてもいいんだっけ？映ってたらもいい。5分ぐらいは耐えれるよ。でも目だけ映ってるわ。いけてる。なんか食べたい。わかる。え、あ、ドリンク。うん。もうさっき散々ご飯食べてるんですよ、この2人。スコーン食べた。もっとさ、お腹いっぱいなんないよね。違う、しょっぱいものが食べたいの。ねえ。ねえ。千秋楽落ちましただって。みんなは千秋楽どうしたの？でもさ、自分がファンだったら千秋楽なんてさ落ちるって思っちゃうよ、普通に。うん、落ちたらさ、落ちたでさ、ああそうだよなって。え、マジだから、うん、入れた人はなるよね。ってなるよね。だってさ、ドームとかでやってるわけじゃないんだよ。うん、わかる。って考えたらさ、300人とかキャパがないのに。うん、すごいよね。ありがとうございます。でも絶対皆さん初日も応募してくださいね。あ、マジで応募するのかなって思ってるかもしれないけど、応募は絶対してください。マジで。そう、応募することに意味がある。意味があるし、応募しないのには当たりもしませんので。そうだよ、その通りでしょ。うん、そう、分かった。本当にあの、妹も弟もお兄ちゃんもお姉ちゃんも応募してほしい。間違えて歌っちゃいそうになっちゃった今。やぶないよ、本当。マジみんなさ、気をつけて。だから早くあれだよ、歌ったら罰金制度よ。罰金どころじゃないですよ。じゃあ、なおくなお。じゃあ、この前、マジで、え、それプライベートでやったの？お寿司屋さんで、あの、歌ったら、一皿増える。そう、食べるの。だから、あの、人のやつが、自分が払わない。そう。だから、菅原マジラッキー。ね。結構、気抜くと、なんか、沈黙になるとなんか歌えちゃう。そう、歌ってた方が。肌が歌ってた。ごめんなさい。すがらはラッキー。すがらの皿が減った。確かに。ねえ、気を取るな。あ、そういうことだ。人から一皿もらうってことね。そうだ。おもろい。何その話。誰が一番歌ってたんですか？え、でもみんな。でもみんな平等に歌ってた。一回ずつ歌ってた。で、すがらだけあんま歌わなかったよみたいな。すがら歌わなかった。そうなんだ。生誕祭も応募してください。いや、初日も応募して。マジで応募してすぐ歌ってたし。そうね、本当に申し訳ない。きっといつね、でもいいよ、別にいつも歌って。誰と会話してるの今日は。マキちゃん、電子レンジ使わないのかなって。なんか冷たいそば食べてるんで、多分大丈夫です今日は。それ以外だったらちょっと電子レンジ使ってたかも。うん、え、お昼ご飯のチーズインハンバーグは揚げ放ちでした。ごめんなさい。いいよ、いいよ。どうした、話してない。てか、ここで配信してさ、あっちに聞かれちゃいけないことなんかない。ないまで。うん、うん、羨ましい。スタバ、スタバ来た。うおー、ありがとう。電池切れないようにとか、発酵が強いやつにしたとか、香料強めとかするんじゃない？なんか新しいプレゼントも販売してたのかと思って。してないでしょ、ネタ。ペンライト可愛いの出したいね。ねえ、確かに。メガホン。あー。メガホンペンライト。メガ、でもみんな声でかいから大丈夫だよ。あー、そうそう。え、けどなんか、みんな同じペンライト。ね、いいよね。デコライト？そう。へー。
欲しくない？かわいい、かわいいやつ。でもそれがあれがいい、あのメガホンのやつ、かわいいと思う。メガホン、でもこれ叫ぶ系のやつめっちゃいい。あ、ちょうどいいね、価格、いい感じ、価格ちょうどいい、うん、あ、いいね、うわっ、うわっ、おぉ、うわっ、天才、天才、拍手。やばい、やっぱご飯食べると眠くなっちゃうな。じゃあ寝てみますか。うん、やんない。これマジで美味しいよね、この抹茶、抹茶ティーラテめっちゃ美味しい、うん、めっちゃ美味しい。レギュラーメニューだったらしい。そうなの？そうだよ。え、知らなかった。え、知らないの？え、一口で食べた。え、でも限定だと思ってさ。うん、え、何の話？じゃあ限定。いや、なんかアーモンドのアーモンド、なんかクラッシュアーモンド抹茶ティーラテみたいなやつと、なんか上にフロートが乗ってるやつは、うん、なんかそのティー専門店みたいなさ、そう、おしゃスタバにしかないけど、それは限定。でもこれは、じゃあ名古屋を限定だと思って急いでるみたいな。うん、違う、急がないです。もう年中いつでも飲めるよ。じゃあ一回やめる？飲むのやめてみる。うん。マキコさんとレオナさんと、レオナさんって昨日からずっと言って、私のことレオナさんって呼んでくるのやめてくれない？レオナさんって言っちゃう。やめてよ。さんと、アイカワさんと、アイカワさんと、アイカワさんと、エスゴラさんでした。いいな。お弁当食べきった。明日もさ、会うみんなと。会わない。会うよ。休む。休む。何も言うことないもん。このハートない。え、何言うことないの？なんでハートの値段聞こうとするの？ 10G って何？10ギガってこと？ 10… あ、10ゴールドだ。10ゴールド。うわー。ゴールドって。です。お疲れ様でしたって。ありがとうございます。完食、満食しました。マック食べたいってずっと言ってる。ね、あのエビ食べたい。もう。おでん食べたい。バーガー食べたい。いらっしゃい。うん、食べたい。でもうちにはさ、いつか受賞イベント。わあ、うん。わわわ。うわわわわ。マイコさんが買ってくれた。岩さんがお菓子くれたじゃん。もういないもん。確かに。あ、でも確かに就職とかさ、けどさ、ライスバーガーとかよくさ、スタッフさん。確かに。違うよ、マキコさん、マキコさんがなんかうちらがレッスン疲れた時に買ってくれる。ああ、それぐらいのやっぱ気持ち。ヘイ、パンキーや。そう。え、見て、夕張メロンシェイク美味しかったよって。あれじゃん。どこのやつ？クマさん以外。夕張メロンシェイクどこの？わかんない。あ、ドトールで今日から。UV パーカー？夕張メロン？さっきからさ、トールの UV パーカーユニクロだよ。何言ってんだろうって思ってた。えぇー、美味しそう。食べられそれ、カレーパン全部、セブンのカレーパン全部。え、マックのやつだって、マックだって。全部はダメ。夕張メロンシェイクはマックらしい。あ、夕張メロンシェイクね。うん。UV カットでもナイスボケって書かれてるよ。ボケだと思われてるわ。ボケじゃないよ。いいな、夕飯マックでした。だって。いいな。みんな私のアバター当たった？当たったかい？聞いておいて。見とくない。ずっと言ってくる。やばいことあんじゃん。食べればいい。吐息で、吐息だ。本当に。え、お母ちゃんいい子だから多分食べてくれます。やめなって。絶対やめだ。絶対やばい。ダメでした。何だろう、ダメ。何がダメだったんだろう。何だろう。分かんない。何の話してました今。温めてくれた。まやちゃんが。28日からマックで手羽先味のポテトが販売される。本当に？初見の人が言ってる。愛知県だけじゃなくて。いや、そういうこと？それは美味しいのかね。美味しいんじゃない？うん、でもさ、なんかああいうの美味しい。あ、私がアバター出たかいって聞いたからダメでしたか。ごめんね。楽だ。あ、ダメだ。そういうこと？今回はどんななんだろう。え、なんかあの、あ、青のやつ。え、違うね。制服、ピンクの制服。あ、ピンク制服か。みんなテンション高い、レッスン終わったらみんなテンション高いんですよ。
でもこういうテンションでやってる。まやちゃんいつもボソボソ喋ってる。うん、まやちゃん最近さ、なんかマジで何言ってるか分からない。どういうなんかマジで口開けの、ああ。わかるわかる、でも。あの言ってくるな。ああ。そうだね。多分もう喋ることすらも疲れてるんだと思うんですけど。違う、前向いて喋ってくるからさ、なんか前向いて、ああ、炎の方向かないってこと？向かないで、口も動かさずに喋ってくるから何喋ってるか分かんないマジの。え、どうするんですよ、本当に炎に話しかけてた？話しかけてる。めっちゃ怖いんですが、だから、怖い。はっきり喋るね。え、ミスドのこれからはボソボソしないで、ちゃんと口を開けて喋りかけるね。熊さんの喋り方がね、なんかご飯なんとかみたいな。何？マッシュポテトのカレーが入ってる。あ、でも聞こえないわ。聞こえるんでしょ。私と前はどっちが聞こえる？絶対菅原聞こえないだろ。何が？喋り方はいいんだけど、うん、何？レオピカラカラコン入れてないだろ。でも一つ言って、炎もたまにさ、ね、炎も滑舌悪い。え、滑舌じゃない、菅原と一緒で。聞こえない？うん、ボソボソ言ってる、うん、やっぱ一緒にいる時間が増えたから。こっマキコさんじゃない？え、マキコーデ。マキコさんの声が一番通る。通る、うらやましい。レモさんも通る、うん、そう、私も通るって言われるけど、自分では自覚してない。うらやましい、ありがとう。ってことはやっぱあれですよ、うん、声出していこうぜに、うん、ぴったりなボイス、ボイス。じゃあ菅原はぴったりじゃないってこと？今そういうことだよね。あ、地雷踏んだんじゃない？これめっちゃ危ないですか？それどこにも映らない。光にね、映る。危ない、炎映っちゃう。本当に？光にない、光にない。見せたことない。立ち位置表とか見せたことない。ないでしょ、うん、ありますか？社外秘。そう、社外秘。持ち出し禁止だな、実は。うん、歌割りとか書いてます。みんなが SP になっちゃうから、ね、確かに、確かにみんなが SP になっちゃう。確かに、立ち位置表見たらみんなが SP になっちゃう、困る、うん、だいぶ私たちが SP でいられなくなる。盛り上がる女子トークって書いてあるけど、いや、のこんな感じなの。え、どっともこれぐらいだよね。だいたいこんな感じですよね、うん、割ともっと表なんだけど、じゃあうるさいんだろうね。え、ね、もっとやばいことを喋ってる、うん、やばいって、あの、本当意味がないって感じ、うん、昨日さみたいな感じ。そうそう、みんな、うん、昨日何してた？
昨日って何してた？レッスンしてたよ、うん、え、昨日ってレッスンでしたね。さあ、そうだ、昨日レッスンしてさ、普通に夕方ぐらいにも私は、下まやちゃんからさ、なんか夜ぐらいにさ、なんかスーパー行ったんですか？怖っ。でもスーパー行こうとしたから、はい、で、ね、言ったじゃんね、ママの人にもスーパー頑張って行ったんだよって、うん、なんでそら。しんどかった、めちゃくちゃ疲れてたの。あ、疲れてるから。で、行けなくなってスーパー行ったの。はい、で、じゃあ頑張った、えらい。でスーパー行ってよって言ったら、何でしょう、せっけんつけても違う違う、それはせっけんつけても間違いなくて家帰ってたんだけど、めっちゃおもろくない？いや、上着だ、これこれこれ上着だ。あ、よかった。ちょっと前、先々週ぐらいのリハの時にも疲れすぎて、やば、あの、詰まってた時ですよね。そう、多分もう疲れすぎて気づいたらこれ着てこれ着て帰ってチャリ乗ってやだ。斉藤よかったけどスーパー行った。スーパーは行ってない。スーパーよかった。で、スーパーは何だったの？スーパー行ったの、はい、で、しんどいなと思って疲れたけどご飯買わなきゃと思ってスーパー行って、うん、えらいね。行ったらまやちゃんが言うように、スーパー行ったんですかって言われて、うん、行ったよって言ったらなんか何時絵文字5ぐらい送られてきて、どういうこと？分かんない、なんかスーパー行きたかったなと思って怒ってた。でも何の意味もない。トマト買ってたんだっけ。もえら買ってあげたの。知らなかった。なんか別に知らなくて、買ったって言ったら来ると思ったからやめた。言ってよ。昨日はほのちゃんといた。ほのちゃんに楽しいゲームを教えてもらった。あ、違うわ。違うよ、おとといだ。それもまた、それもまた二人で言ったよね。怖い。トマヤミンド。ちょうどマイコさんと交流しました。そうだよ。え、怖い。ユニクロのでしょ。うん、なんかこの前エスカレーターで上がってきた。びっくりしたじゃん。したらクマさんとレオナさんが来たの。ね、なんかびっくりした、ね、怖かったもん。普通に街中でも会いますよ、うんうん、なんで逆にみんな会わないの、うん、みんなと会いたいのに私は。今のは嘘の場だった。ね、嘘だったね、今。しかも自分でさ、会いたいのに。ポッ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 。まずい。なんかでも可愛い格好の時、なんていうんですか、ちゃんとメイクしてる時ならいいけど、基本メイクしてないから。だって昨日の、昨日会った、あ、じゃあ一回会った菅原農家みたいな感じ。あれは農家って。でもあれマジで結構気づいてなかった。なんか農家の人が悪いって言ってるわけじゃなくて、マジでガチ作業、なんか草むしりするお母さんみたいな、うんうん、UV カットパーカーを ここまで締めてフードかぶってんのに上からバケットかぶってたし、マヤちゃんには思えないよ、普通に第三者から。何それみたいな。でも本当にその時ちょっとアイドルのこの話しているのか分かんないんですけど、お手洗い、うん、で、そのマスクもして帽子かぶって、うん、でお手洗いで出たら、うん、多分並んでた女性の方が、うん、ねえ、絶対男だった。出てきた菅原がなって、申し訳ないと思って、うん、でもその時ちょっと厚底のサンダルも履いてて、帽子がすっごい重なってされてるから、めっちゃでかくて、もう男の人だと思われてた。女子トイレに男性がいるって思われてた。だからすいませんって謝って出てきてたの。え、ちょ、中にもいた。そうなの？中の人。でも外に出てきた人もごめんなさいって。すごい。すごい反応しちゃったの。どうしたの？なんか。ね、一人だけどこの世界行ってんの？ちょちょちょ、押しくれたから嬉しいね。すごい、なんか汚れ星みたいな。え、この星？それ違います。あ、持ってる。うん、でもこれそれ可愛いけど、なんかそれ、ちいかわだって知らなくて、何この星？石の星さ、そう、メタモンだと思ったんですよ。これポコちゃんがくれたんですよ。すごい、うん、これ今日壊れた。え、壊れたの？マジで怖い。本当に、なんか本がめっちゃ気に入ってる種があったんですよ。懐かしい。ポチ割れのやつがあって。ああ、はいはい、ここつけてる。そうそうそう。でも出ないんですよ、なかなか。うん、なのになんか、まゆこさんがちょっとちょうだいって言うから。貸してたじゃん。こうやって貸したら、ブチッ。おお、うわー、もう、ポチ割れが。マイコも髪結べなくて伸ばしたの。うん。でしたら。
だってこんななのに。マジで布だった。布が切れちゃったの、勢いは。そう、布とかしてた。けどなんかわざわざまいこさんが、それをなんかメルカリで貼って、やばくないですか。じゃあガチャガチャは出るかわかんないじゃん。でも普通に買っちゃったのにね。メルカリで買って、返してくれたんですよ。優しい。え、この前ね、優しいかわかんないです。覚えてたの、まあ、そうだよね。なんかでわざとじゃないもんね。でも優しい。マジですごいって思った。だって、ほのだったら謝って終わるかもしれない。いや、ほのはガチャガチャしてるよ、あんたは。あ、逆に、ね。ガチャガチャ好きだからね。うん、ただ家にやってる。でも昨日、昨日、一昨日だっけ、うん、一昨日ガチャガチャしたら、3種類、うん。あれ、そう。そういうこと ?3 回やったら3種類。え、すごいじゃん。かぶんなかったんだよ。すごくない？めっちゃ可愛いよ、ずっと。あと昨日のゲーセンもすごくない？昨日ゲーセン行ったんですよ、うん、普通に夜帰ろうかなみたいな時にあ、ゲーセン行きたいなって言われて、ゲーセン行ったらなんか新しいチーカオがいて、うん、でそれめっちゃ可愛いんですよ。新しいチーカオって何？本当に欲しくて、なんか新しいチーカオみたいな、新キャラみたいな。でもマジで多分入荷したばっかり。このちっちゃい、うん、でかいの、ここでかいやつ。あのクレーンゲームってこと？そうね、うん、やってるんで、うん、それをやったんですよ、うん、500円入れて、うん、だから2回で、え、すごくない？え、あの、おくるみめっちゃ時間かかったのに、そう、2回で取れたんですよ。すごいじゃん。確かにおくるみ、おくるみはマジで、おくるみはマジで時間かかったよね。どうだったっけ、取れましたよ、うん、じゃあもうなんかお兄さんができるし、うんうん、隣の人が諦めてたのね、うん、何おくるみ、なんかあの VS パーク行った日、うんうん、に隣にゲーセンがあって、VS パークで散々遊んだくせにゲーセンも行ったのね、私たち。でその時になんかほのちゃんが最近新しく出たなんかそのぬいぐるみがある、うん、こうくるまってるなんか赤ちゃんみたいな、どうしても欲しいって言って、結構ずっとやってたよね、うん、クレーンゲーム。あれ、のやつで、お兄さんにこれどうやって撮ったらいいですかって聞いて、そしていろいろ教えてくれて、最終的にマジめっちゃ撮りやすい感じにしてくれた。マジで本当に撮れなかったでも結構やったよね。そう、あれに一番時間かかった。お兄さんが棚からもう一個出して、もうなんかへって触ったら落ちる、触ったら落ちるで、触ったら落ちるぐらいの位置にもうグラグラのとこに乗せてくれて、優しい。で、そしたらペッて落ちる。本当に優しかった。で隣で同じように、うん、めっちゃ頑張ってる女の人がいたの。同じ台が横に並んでて、でその女の人が途中でいなくなったんだけど、うん、なんか気づいたらね、ほのちゃんが撮れたタイミングぐらいですれ違ったら、うん、私も撮れましたみたいな、二人でなんかイエーイとか言ってきて、そう、ほのちゃんが話しかけてくれた。ずっといすぎて、二人で仲良くなるよね、そのクレーンゲームって。確かに、よかった。でもそれはもうこの前、新さんに喜んで話しかけに行った。ありがとうございましたって撮れたよ。マイコさんだよ。マジであの金だけ入れて、いやなんか
あの馬やってたんですよ。馬のガチャ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 。あ、おばちゃんがミニガチャガチャだよね。そう、ちっちゃいあのクレーンゲームで、あの有名な馬のぬいぐるみキーホルダーみたいなやつが、ドンちゃんがこれ欲しいって言って、でも全然できなくて、ゆるいんだよね。そう、ちょっとやっぱアームがゆるいからで、お金だけ入れて欲しいって言うから できないの。だから本当にやって、でも本当にお金だけペッて。でもマジでマイコさんが欲しいものじゃないでしょ、ね、違うよ、ドンちゃんが欲しいやつをマイコさんのお金で、ほぼほぼやってってあげるみたいな。いつゲーセン行く？オートチャージだもん。でもマジでゲーセン行っちゃうよ。マジで、見てもはい、はい、人が両替したから。でも人が欲しいもの、なんかお金お金あるよみたいな感じで入れてこない。モナもそうだよ、マイクが欲しい、マイクが欲しい、マイクが欲しくないものまでさ、マイクさんのために取りました。なんかアクリルスタンド時間かかりそう。推しのアクリルスタンドってあるのに、あるのに持ってない、あるのに。どうしたいの、アクリルスタンド連れて歩くしかないね。クレーンゲームは楽しいですよね。いや、ゲーム増えたよね。なんかゲーセンとガチャガチャってめっちゃ増えた、うん、ガチャガチャ多いですよね。なんでガチャガチャすごい、ゲーセンめっちゃ珍しいね。ガチャガチャ今日なデイデイだった、やばい、300円高いですもん。昔100円とかじゃん。そう、なんか元々はなんかアメリカらしい、当時10円とか20円とかだったらしいんだけど、なんか今はそのミニチュアとかそんなのが、こう大人の子供心をくすぐる、くすぐる、言葉が違いすぎちゃう、くすぐるみたいな感じで、もうみんながやっちゃうっていう。だって私これもガチャガチャですよ、なんかねるね。何それ、畳んで入ってたの？え、これは、あ、そう、畳んで入ってたんですけど、え、でかっ、これめっちゃでかくない？レオンさんの顔よりでかい。そう、これ充電器入れにしてるんだけど、入る、充電器でかっ、ゆまちゃん、ここが私が、なんかこの間3人で立て込みながらレオちゃんって小顔で話した。え、うん、そんなことなくないですか。顔でかいですよ。ちっちゃくはない。なんか顎が長い。それ何から始まってんの。あれ、ほなが多分痩せたら顔ちっちゃいんかな。話から広がったんですよ。何の話だ。顔ちっちゃくないって。あの人顔ちっちゃいんで、話になって、うん、レオさんが出てきた。おもろいんだけど、ね、さっきハタマンとさ、喋ってたろ、ハタマン、ハタマン、めっちゃ急に、なんか、まやちゃん、なんか、CV の集合写真見て、なんか、まやいつもよりちっちゃくない、顔ちっちゃくねって言ってて、うん、なんか、そしたら、まやちゃんが、なんか、いつもでかいって言うの。ネガティブ。じゃあ、ハタマンめっちゃ焦ってね、そんなこと言われたんねんか。気持ちいい、苦いもんそうして自分がちっちゃいからさ、ハタマちっちゃい、ハタマちっちゃい、ハタマちっちゃい、だからハタマ顔がちっちゃいからそう言えるんでしょみたいな。だから自分がちっちゃいと思ってるけど、ちっちゃいやつちょっともうちっちゃくないって思ってた人が、マヤちゃんもちっちゃいけどね、マヤちゃんも別にちっちゃいって、首長いし、うん、ね、そう、首長いし、でも、ハタボンはなんか、すごい、いつもちっちゃくないって言った人から、なんか煽られてたんだけど、いつもちっちゃいけど、実はハタボンに、ホノが、なんか、ホノもそうやって言ったら、うん、お前早く食べろ。大きくさせようとしてるよ。だから大きくさせようとしてるよって思って、顔を大きくさせようとしてる。大きくさせて、自分目立たなくさせようとしてる。してた、あれは。ね、ホノ、顔ちっちゃくなったら、どんな、でもさ、ほのちゃん痩せたでしょ。うん、いや、いや、今日ほのちゃん、本当にほのちゃん履いてんのってぐらいめっちゃ短い短パン履いてて、え、でも足で、足めっちゃ遅い。そう、足は細いんですよ。足は細いんだ。足は細い。めっちゃ怖って、この前何、ノブ自身ってなんかいろんな服着るじゃないですか、うん、で、なんか足は細いと思うんですよ、足だけは、うん、だけどなんかブーツが履いてる。え、言ってたよね。マジでこっから上がんなくて、え、で、なんかみんなで、え、マジでびっくりした。なんだから石尾さんに、足だけは細いと思ったんですけどねって、え、細いよ言ったけど、だって、ヨガ教科が履いたんじゃない。あ、網上げのブーツだったと、うん、もうレベッジだったんじゃない、前履いてた人が。だってさ、え、ちゃん、でも名前見たら蒲田って書いて。ごめん、笑っちゃいけない。ダメだよ。笑ってない。いや、でも普通に考えて身長的に蒲田の方が身長も高い
いはずだから、まあ、体の作り的に足細いもんね。あでも確かにカマタもさ足細いやろ。違うよ、あれは別にナッキーさんが履いてるわけじゃないじゃん。あ確かに、ナッキーさんの誰かがそうナッキーさんのメンバーがナッキーそうそうそうってだけだから違うんだよ。そういうこと。あ土産だったら多分誰かがギュンギュンにしたんじゃない。わかるわ、ギュンギュン。あれ変わってくる紐でよ。そうだよ、土産緩める方が良かった。私それでナッキーのフォローしてるから。ナッキーのフォローしてる。マジで。でもなんかえ、あと何週間ですか、初日。え、もうあと3週間。え、すがら3週間、やばい。3週間って3週間とちょっとじゃないですか。すがらもいつ行くしてつけ、あと今月がもうあと1週間ぐらいでしょ、うん、え確かに。わ、早くない。今日22だから、23、22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 、
下なんか一人でやってるさ。長い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 。私の方がついでかいの。ついつい。なんの話だろうって思ったけど無視しちゃった。なんで？私の方がつえでかいの。でかいよ。ね、今みんな何時？何時ですかみんな？あ、待って、アプローチしてた。もう1時間ぐらいしてる。え、なんだ。あ、それは嘘かな。私どんぐらいやってる？何時からやってんだろう。多分全然やってないよ。まだ30分する意味なし。まず30分ぐらいしか喋ってない。喋ってない？本当に？うん。もうちょっと喋りたい。誰か教えてください。だって私たちが帰ってきたの8時ちょっとぐらい。過ぎてだよね。え？8時。あ、でももうすぐ1時間って言われた私。15分ぐらいだった。今日って何時に？え、今日めっちゃもっと早く終わると思った。結構もっと7時超えしてたっけ？え、7時超えてたよ。7時15分ぐらい。6時ぐらいに終わると思ってたんだよ。全然。やっぱ言い出したらって飯食ったから何時からやったんだろう。 でも4時半からやってます。4時半からやって意外とかかったんだ。やっぱ久しぶりだったからじゃないの、やっぱみんながみんな忘れてた。なんか2曲に違ったよ。うん、確かに、確かに、うん、頑張って。マジで忘れてた。マジでやばかった。マイクが回れよ。何それか。え、なんか囲まれてたよ。本当になんか一人で8時24え？違う違う違う。それから8時5分からだった。レモちゃんは8時7分からブランクある。何ですか？何時から？ああ、菅さんもすぐ1時か。うん。じゃあ多分そろそろ。ほのは無駄にだってご飯食べ。うん。あ、パスワード知らなかったんだ。あ、そう、パスワード知らなかったから聞きに行ったもんね。めっちゃ面白かった。パスワード LINE が返ってこないってずっと言ってたんですよ。うん。じゃあ聞きに行けばよくない直接っていう。いや、そこでもでも行ったら行ったの。いやいや、それで気まずいね。なんか記録ついてないのってさ、聞きに行ったの。行ったら行ったか気まずかった。気まずいね。そしたらマネージャーさんが今日撮ったフリブイ見てたらしい。そう、見てました、ね。はい、確認してくれてた。確認してました。確認は大事。まだ、あ、今日はもうレッスンないです。終わりました。早く振り振り来ないかな。え、終わったからこの前で、ね、うん、うん、めっちゃ振り振り好き。そうだよ、振り振り大好き大好き。え、だって帰り道でも見てたもん。だって来たら見大好き。それ確認したいじゃん。え、もうさ、だって間違えてるかもしれないじゃん。まあ間違えてたけど、間違えたけど、え、合ってんのかなみたいな。全体的に見た時に自分合ってんのかみたいな。合ってなかった。ちょっとどうしたらいいか分からん。そっか、頑張れって。分かる、フリブイすぐ見ちゃう。ポテチ、これあれです。見ちゃう。夏の梅、そんな感じ。違うの。違うんだ。夏に出てくる梅の、夏のポテチ。夏ポテチって書いてある。うん、これ夏ポテチだから。うん、じゃあ、うん、千秋楽の MC のお題を決める。全部忘れてるだろ。え、先に MC だよ。あ、もう後半だった。もうあそんな、それ撮ってない。いや、別にもういいよ。でも分かんないじゃん。後半だろうが別に。私前半だ。バイバイキーン。え、でもだってそうだよね。クマさんのポジションってさ、うん、全部後半、前半ですよ。全部前半なの。あ、全部前半なんで。前半後半12人だけ急に後半。うわぁ、じゃあいない人がいるんだ。まえちゃこないでしょ。どうかな。ヨウノさんは？いや、ない。あ、でも私は、私が始めたんですよ。あの意味わかんない、なんかバス、なんかドライブとかを始めたのは私なんですよ。カラオケとか。じゃあどっちもない。そうだ、友達とカラオケ行きたいって言ってる。本当になんかやばいものを始めてしまったっていう自覚があって、あの時。うん、なんか私みんなでなんか友達とカラオケ行ったことないんですって言ったら、後輩 MC のみんながじゃあカラオケでいいよってMC でカラオケやってくれて、プルルオレンジジュース8個みたいな。新公演も16人だから、うん、カラオケとかしましょう。どういうこと？
何言ってんの MC で MC ででも分かんないじゃん、なんかあるのあと MC があるかどうかえ、私たちも知らないやん、知らないよ、知らないよ、どうする、だからどうなるのかえ、多分来てるだろうけどちゃんと確認してないんだえ、来てないよえ、来てないよね、でもうん、何も来てない、何しよっか、何がいい、ハートのベクトル講座なんですよ、それはちょっともったいなくないですか、もったいないでしょ、だって教えたってもう1回しかいないいや、でも最後の1回にかける、てかもう覚えてきてください、そうそう、覚えるのは必須、わっ、わっ、千秋楽当たったら絶対覚えてきてほしい、うん、ね、うん、当たった人で、動画撮りたい、こっちからも定点撮りたいいや GoPro つけて、どうやって撮るの GoPro つけたいね、いいじゃん、劇場側があの人が踊る演技を惜しいかも、プレゼントするの、うん、え？ファンの人にプレゼントするの、いる、自分が踊ったやつなんで自分が踊りたいって欲しい、振り欲しい、みんな、あー、なるほどね、振り目は必要だ、みんなバージョン、どうします、もし仮にですよ、え、リクアワでめっちゃ入ったら、みんなでよくない、みんなでやばい、どんだけって言って、どんだけ、でもさチーム S とチーム K2 のオタクはさ、踊れないかも、え、でも、確かに、それっていう、確かに、何そのだって、ハートのベクトルって何それって言われたもんね、みんな欲しいだって、ほんまに曲、やっぱ曲順的にもあやっぱ公演じゃいけないんだ、確かに、確かに、あんまやんないですもんね、外でやったことない、うん、やったことない、ね、ところ、来たらすごいですね、面白い、全員がおもろそうるんでしょ、ね、でもさ、この間欲しい、いい曲なんだけど、公演じゃいけないさ、スタンドアップみたいな、あ確かにスタンドアップ大好き、なのに公演でしかやっぱりないじゃん、マジ難しい、え、それは何え、これじゃないのスタンドアップ、スタンドアップってえ、スドラもそれだと思ってたよ、そう立ち上がれ、じゃあちょっとあっちだと思ってた、クールガール、デン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 、あっちがオーバーだったよ、あれめっちゃスタンドアップやってたやん、ゲツダメだ、ゲツが出るのか、うわ、最終ベル好きだわ、私も好き、うん、てか、今日合わせって思ったけど、はい、めっちゃいい公演じゃないですか、え、思った、めっちゃみんなに言ってた、なんかいい感じカボちゃんにも言っちゃった、カボちゃんにめっちゃいい公演だよ、エズガラも言っちゃった、おもちゃんに、私もレオちゃんにレオだなってもう泣きそうって言ってたなんか最後かとか言って2人でめっちゃいい、めっちゃいい公演、これ小ライブだから言っていい、うん、マジでみんなこれ揃いすぎてた、そうなんだ、え、でもほら何かの時に思った、それあれだ、他のチームの曲やってから SK フェスティバルみたいな、え、泣いてんの舞妓さん、泣いてんの、あれか、キャバとかやった時キャバ、愛を君、その中に SK フェスティバル来たら、なんかもう、あ、時間ない、すごかった、でも言ってたよね、ちょっと離れすぎてるからもうちょっと頑張ろうみたいなこと言われてた、あ、逆に、うん、そんなこと言われましたっけ、言われてもらった、やば全然覚えてないな逆か、違う、ね、そこはいつもやってるから盛り上がってるから、あ、頑張ろう、それはあれですよ、あの未来が目に染みるの方じゃないですか、そっちか、愛を君にと時間がないやった後の未来が目に染みるが、あのやっぱ2曲 があの頑張ってるっていうか体に入ってなくてがむしゃら感があるからみたいな、うん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 、そうそう、急に楽しくなっちゃうしね、こんなんやったら、そう、うん、そんなこともありました、いい公演やん、いい公演、いい公演、なんかファンの人が好きな、そうだよなって思っちゃった、うんうん、なんか、うん、マジで早くやめたいって思ってた時もあったんですよ、うん、長いからねなんかさ、もう聞き慣れすぎてさ、聞き慣れすぎて、うん、本当にもういい、長いの、本当に長い、なんかその言っちゃ悪いけど、この早く違う公演したいって思うのもしょうがないぐらい長い、え、長って6年なんて初めてだよ、え、多分初めて、ね、一番長いよ、え、マジで48の中で一番長いらしいですよ、小学生卒業する普通にね、この中学通ってるみたいな感じで毎日、うん、だから言ってんじゃん、高校生が荒さだって、うわ、そうだよ、うわ、普通は、ね、長くても2年とか、
3年、うん、3年とかですよね、なんか大体手綱とかもめっちゃ長いイメージあったけど、うん、全然やってなかった。めっちゃ長くて、なんかこう回数重ねてるだけで、制服の目とかも、うんうん、こう長期で続けるわけっていうのがないから、うん、確かに、って思って、でだんだんもう終わるからよりこう感じるじゃないですか、うん、曲、うん、このセットリストを作った人って天才？いや天才なのよあの人、うん、本当に大好き、めっちゃ大好き、元気？元気かな？綺麗なハート、綺麗なハート、綺麗なハート、裏返し、綺麗なハート、裏返し、マジでマッキーさんが一番やば、満足げだったの、めっちゃ満足げに、ねえやめてそれ以上、やめてやめて、マッキーさんがもうマジで面白かった。なんかの立ち位置でさ、もうみんな、うん、立ち位置もないよってないよって言ってんのにマネージャーさんも、あ、そうだそうだ、なんかあの何の曲だっけ、マネージャーさんにこの立ち位置持ってますかって聞こうと思ったらペラーコメに言ったようなんですよ、で、ないよって教えてくれて、あ、ないんだって言うのやめたけど、その後にもう一回マネージャーさん立ち位置ありますかないよ、なんか確認したかったんだと思う、自分で自分の声で、なんとかよ、なんなんだよ、なんか向こうも喋ってくれてたから多分、あのその武漢さんがね、はい、可愛いね、可愛い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 のさ、ラジオ明けのさレッスン、やばかった、もう夜中ラジオしてじゃないですか、そう深夜でラジオした、あれはやばかった、ガッキーさんのずっとガッキー、ガッキーこっち、ガッキーここ、ガッキーここ、ガッキー、なんかさ、別にマリコさんはさ、川田さんのさ、チーズ知らないのにさ、ナキココ、ナキココ、開いてるもん、全然ここあって、結構喋ってんナキ、ずっと、けど、違うさ、いるっていうのに歩いてんのナッキーって分かんなくなったら、あ、ナッキーあるよね、分かんなくなったら、普通の人ってなんか、あっ、ってなるじゃないですか、ナッキーはなんか、なんか、とりあえず動いてみる、動いてますよね、なんかそれも意外とポジション明らかに空いてんのに見えてなくなるめっちゃだってさ、ちゃんと言いたもん、たぶんさ、なんかもうめっちゃ最近思うのはなんかナッキーさ、立ち位置見るの苦手全部あの新目にいるえ、待って、え、ナッキーうちらの大きいよね、え、10年やってる、分かる分かる、10年前からなんか新目の立ち位置、多分こうやってあ、まあ、確かに見たことある、ところ行ったことある、いつもなんか、ん？ねえ、11年いるんだから、ちゃんとしてよ、確かに、あの先生、特殊だよね、うん、あ、確かに、立ち位置の書き方がね、だけど、なんかいつも反対言ってる、うん、書いてもらうんだけど、バッチこっちどっち？なんか、こっちだろ、こっちだろ、すごっ、こんなの言われたら許せないけどね、許せないよ、やってるから大丈夫ですよ、でも、私さ、レッスン中もそのなんかラッキーみたいなのあったけど、最後の合わせの時もさ、マジずっとやってんのに、ずっとって言って、その1日それやってんのに、ラッキーだけ移動できなかったじゃん、サビとかも、毎回。うん、でもみんななんかもう、おもろってきて、途中で、ラッキーこっち。もうなんかね、多分ね、疲れてる、本当に、普通に。そうね、なんか普段だったら、疲れてそうなんか別に同期の、それこそ6期のライブのリハとかは、そんなこと意外とないよね。意外とないんですよ。うん、マジで、なんか、寝てほしいな。寝てほしい。練習してほしいとかじゃなくて、寝てほしい。寝てほしい。ゆっくり休んでほしい。もう誰か伝えててください、ナッキーゆっくり休んでねって。寝てほしい。お願いします。大変だよ。しゃべりしてね、笑いすぎた、ほんとやばい、いない人のことでこんな喋ってごめんなさい、ほんとにいない人のすいません、うわぁ、何なんか送ってくれた、星なんか猫が送ってくれた、私もさっきからさ、なんかくまさんとかほんとありがとうございます、すいません、私も聞かないでください、マジでありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと話にさ花が咲きすぎて、なんか無視してるみたいになっちゃったけど、やば、疲れすぎて見えみたいになってきた、何、まだ水飲みたい、うん、飲みたい、いいよ、見え見えみたいになる、なんかいいよ、私これ今なってないけど、なってないけど、え、わかる、
わかんないけど、本当だって言ってみた。でも、ハムちゃんもさ、なんか大体適当に喋ってる。適当だよね。え、でもこの前のマキコさんが一番やばい。なんでマジでやばい。なんかココちゃんがさ、ずっと間違えてたんですよ。ずっと間違えてて、うん、なんかココちゃんが、え、これなってますかって長いからあってなって、ホノが教えた。違ったからホノが教えたんですよ。じゃあこっちだよ。違うじゃん。違うじゃんって。嘘ついてるやん。めっちゃ怒られちゃった。そうだよね。合ってたっぽかった。違う。ついてる。確かに筋肉は毎日筋肉ついてる。苦しいもん。なんか膝つきたくなくて、うん、あ浮かせるから。浮かせる。え、ちょっと浮かせるから太ももにすごい太ももがきて、うん、あ、なるほどね。なるほどね。やばそう。え、なんで？なんで？これ浮かせてるわ。あ、ほのほの浮かせてるわ。だから独り言がさ、本当に独り言なんで、ほのちゃんって普段なんとかねぐらいで喋るのに急に。だからなんかうえってなっちゃうだって独り言喋っちゃう、ね、うん、じゃあ今の独り言、うん、でもなんかまやちゃんの方がやばい。でもすがーなんでですか、もう元々の独り言じゃんみたいなもんじゃん。確かに。え、でも本がめっちゃ最近思うのは、うん、なんか一人暮らし、一人暮らしのやつ独り言多いすぎて、うん、待って、まやこさんは多くない、多くないけど、まや
ちゃんはなんか一人暮らし特有の独り言みたいな感じがするなんか本当喋ってるみたいに喋るよ、ね、そう家でもやってんだろうね、一人で会話してるあ、そういうこと、ね、だって家族、あの実家住みの人は誰かに喋るもんね、うん、あのそうとか言って喋っても聞いてもらいたいけど、うん、それ別に家で一人喋ってないよ、そう喋ってんのかな、気づいてないんじゃない、そうだよ、え、しゃべ、え、フナのイメージでは喋ってそうだなって思って、例えばどういう時に、え、普通に、え、風呂入ろうかな、いや、入んなくてもいい、入んなくてもいいかよ喋ってそう、喋ってそうですよね、喋ってそう、喋ってないんかな、え、喋ってないと思うよ、頭ではめっちゃ考えるけど、あ、だからそれが声出ちゃう、出てそう、あ、そういうこと、うん、たまにそういう時があっちゃうみたいな、起きなきゃって時はめっちゃ出てると思う、起きなきゃ朝、はい、もう起きなきゃ、うん、あーって喋ってるってこと、うん、今日喋った記憶あるもん、起きなきゃって朝は可愛いじゃあもうこのこと食べてる、えもうない、いやえくまさん食べてた、何が、うん食べたよ、てかマジくまちゃん全然喋ってないけど大丈夫、うちらが喋りすぎだよね、えくまちゃんってそんなキャラだったっけ、やめてよ、あえてうちらが喋ってそうやって見せてるんでしょ、あーいい子だくまちゃん、この似合う日本語は本当はこれなんだよ、本当だよ、本当はあれなのにね、くまちゃんどうしてんだ、くまちゃん、くまちゃん明日バレるのにどうする変だこ、変な情報、変な情報、楽しみだな、くまちゃん眠いのかなって言われてる、いや、いつもこんな感じだよ、私喋んないもん、ショールームで、ショールームじゃないけど、別に普通に喋んないもん、普段あんな煽るくせに、うん、あんな煽るくせに、マジ喋んないよ、ほんと、今日もせーのって言って笑ってるだけ、ほんとほんと、え、一人のショールームの時喋るでしょ、今一人のショールームだと思ってみて、やってみて、うちらも一回、今視聴者、こんな感じです。しゃべんない。しゃべんない。コメントに入る。怖いじゃん。怖いじゃん。なんかしゃべるよとか言ってたの。そう聞く側よねって。あ、そうなんだ。しゃべるよってめちゃくちゃ。しゃべるときはしゃべれます。息つきできないもん。なんかスイッチあんまりない。スイッチ入ったら急にボロボロってしゃべるときありますよ。そう、あ、けどコメントないと無言だよねって言われてます。でもみんなそうじゃないの？見てるかコメント。コメントして。あと口が開きがちって書いてあります、あ、ぼーっとしてない、うん、だいたいぼーっとして終わってるんで、うん、なるほど、そうなんですよ、うん、絶対ないよ、なるほど、なるほど、なんかさ、お前らリバイバル始まったじゃん、うん、あー、メンバーが選んだみたいな、うん、別人だったね、ほんとにやばいよ、てか、ほんマジで、なんか定点映像で復習した時に、うん、自分見つけるなって普通に見つけるなって、なんかめっちゃ細いやつがおって自分のポジションのとこにこんな細いやつが私のポジションを踊っているって思ったら自分だったマジでだからなんかそもそもだからこそやっぱフェスティバルが6年やってるんだなってめっちゃ感じた、うん、え、本当にでもすがらも思った、マジでいろんな自分がいるの、うん、普通に昔の方がやっぱ痩せてた、私もえ、すがらめっちゃ痩せてた、うん、なんか細かった、え、なんかなんで見つけれるレベルじゃないですか、え、でもすがら、まあ、まあ確かに見つける、もうありえないえ、で、あとなんかデフォの髪の毛がおかっぱだもんね、ああ、ピンステリー、あとなんか普通に身長ちっちゃくなかった、確かに、逆に高く見えたんだよ、え細いからえ、なんか逆に、なんか細いからなんかちっちゃく見えた、縦長効果出てるやん、ナルビーとかじゃない、代わりにちっちゃい子、そういうこと、うマジなんかちょっとあれを感じた、ポテンシャルを感じた自分、あ、だからやっぱ痩せたら顔ちっちゃいから、痩せたら顔ちっちゃいかもしれない、スワロも頑張ってみたいな、頑張ろう、やっぱすごいですね、昔の、うん、や昔やばいよね、怖い、うん、ね、そう思うとなんかマキコさんはなんか一回も別に下がってない、ね、一定レベルから下がらずに、うん、下がらない、そう、うん、確かにもフェス29、23だもん、あっちゃん、あっちゃん、どういうこと、どういうこと、
え、あっちゃんじゃないの？何？まいこさんとあっちゃんじゃないの？え、前田さんの話してる？うん、え、どういうこと？え、なんか最初ポストあっちゃんじゃない？誰？恥ずかしいんだけど。違うの？そう、違うの？どういうこと？お披露目の時は。時はとかやめたって。披露目の時ポストあっちゃんじゃない？嘘だろ。誰情報なの？マジで誰情報？でホノってそういう情報多くないですか？誰がガセ？え、ガセ多い。ガセ多いホノ。ポストあってみんなびっくりしてる。やめろ。え？自分の方がびっくりしてたからやめろよ。あ、そうなの？厚木って書いてあるんだろ。あ、違ったんだ。え、じゃあ誰がポストあっちゃんの？ポストあっ？誰がいたってこと？ないですか？SKにポストあっちゃん言われてた人。ホノマジガセ。え？ポストあっちゃん、松の話してる。 SK にポストあっちゃんいたの？ SK にポストあっちゃん、わかんない。いや、松なんじゃん。ダメだ。あー、松さん、誰か知ってるかな、誰か知ってますか？見て、笑いすぎで明日腹筋が心配ですって書かれてる。ホノってマジでいつもこんなだから、毎日記憶違いやばい。記憶違いやばいよね。やばいやばい、めっちゃ多い。なんか違ったっけっていつも言ってるイメージ。間違えちゃう。間違いとかじゃない、嘘。普通に嘘。あたごい。あたごマジで虚言吹き。やめてあげなよ。なんだっけ。え、なんかその時が4時と5時か。4時と5時の人がいたんだ。そう、お仕事の始まりが。違う、18時もいて。4時、5時、6時。覚えてるそれ。私3時からみたいな言ってきて、うん、一番早い時間言ってきたから、あ、じゃあ3時までには帰らなきゃいけない。みんな合わせたんですね、うん、一番早い畑子に合わせて3時までには帰ろうって言って、うん、なんか2時半ぐらいになってから急いで帰ってきたら、なんか畑子が、え、誰が3時から誰が3時からなの、なんでこんな急いで帰ったんだよ、なんでこんな急いで帰ってきとるみたいな話をしたりとかもう、あの、そこにミレイちゃんとかサンちゃんとかいたね、ココちゃんとかもいたんですよ、うん、みんなで誰が3時からって、あなたが言いましたけど、あなたが言ったから帰ってきましたけど、なったよね。なのに、なんか3時から言ってたよって言ったら、言ってない、言ってない、私3時からって言ってないよ、5時からよ、私。しかも5時、そう、5時からよ、マジで5時からよ、言って、マジで怖くて、普通にみんな。それさ、今日、それさ、エレベーターの前で結構揉めてんね、ギターの前で。めっちゃ言ったよね。どちらがすれ違ったのかさ、その時のハタゴンだよみたいな言ったら、なんかそんな消えんとってやろ。みんなはさ、めっちゃゆっくりしてるね。もっとゆっくりゆっくり食べたかったのに、タピオカ飲みに行きたいねって言ってたけど、なんか3時からって言ったら戻ったのに、え、誰？誰が言ったの3時からみたいなので、ね、ミレイちゃんもハタゴンさん言ってましたね。間違えたんですよね。ああ、なるほど。優しい。優しかった。十五時と五時間違えちゃったんだ。うん、なるほどね。なるほどね。優しい。でもさ、言った記憶ないのよ。マジで言った記憶ないのが一番怖いんですよ。言ってた。でもずっと何回も聞いたじゃん。何言ってた？え、まずご飯行く前に、え、みんな何時からみたいな、次。大事大事。え、私3時。え、で、あ、じゃあ一番早いんだねみたいな。うん、分かったから3時。で、その後も何回も聞いたんですよ、みんな。え、他誰みたいな、何時みたいな。あ、じゃあ3時の人はハタゴンだけなんだねみたいな、うん、だからなんか早いんだねみたいな、ハタゴンだけ早いんだねみたいな話をしたのに、別に3時の人も他にはいるから、そう、別にだけどここではハタゴンだけなんだ、うん、早いね、じゃあまあそれ直して帰ろっかみたいな。3時誰自分で聞いてる。もうなんか誰も別に聞いてることで急に3時誰なんで誰が早いんだよ、怖いんだね、お前だろって。普通に狙ったし、だから結局それでタピオカを買いに行ったんですよ。ああ、行った。時間あるから、まあ、みんなでタピオカ行こうみたいな。だってなんかエレベーター降りた瞬間に、やばい、日傘忘れた。何日傘忘れたって言い出して、でもう一回エレベーター乗ってって、でこの閉じる瞬間にあった。腕にかかって。怖いよね。
ごめん、嘘ついてる。いい嘘かわいい。やっぱり可愛い。あれだったら可愛いね。そう、可愛い。あれは許せる。けど、ハちゃんが逆ギレしてた。ハちゃん。あれが30って言った。ねえ、ほのとさ、本当に。のハタゴンのさ、モノマネめっちゃうまくてさ、超想像できちゃっておもろ、本当に怖い、なんか、面白い、おもろすぎる。え、じゃあミレイちゃんもサンちゃんもとんかつ出たの、みんなで。はい、いいの、おもろいね。いや、すごい、なんかみんなメンツ、おもろいメンツで行ってんなと思った。おもろいのが、なんかとんかつ屋さん行った時は、まやちゃんが、そう、後輩組におごってて、おー、優しい、優しい先輩で、なんか、ポンチャ行った時は、なんか、ほのが後輩組に踊って、予想して、なんか、ハタゴンが、普通に、なんか、そのノリでほのに怒られるようになってた。しないところがハタゴンのなんかその才能だと思う。まあ癒しではなかったね。普通その息整えてるの。疲れるもう。もうだよ。疲れるもう。面白すぎて疲れる。なんで今度さ、そんなさ、おもろい話に持ってる持ってんの。じゃ、なんか話し方がおもろい。確かにハタゴン。あ、一緒にいる人がってこと。本当にやばい。だからハタゴンとなんかホンと一緒にいることが最近増えたから。なんか喧嘩みたいな。なんかそのためにほのがその日傘で間違えた13時のことをめっちゃ言うんですよ。ああ、そのたびだからそのまま使う。毎日虚言癖みたいな。言い合いしてる。でそんなこと言わんとって。虚言癖って言わない。虚言癖もやめてみたいな。めっちゃ嫌いしてる。マジで。だからそれがいつもいつもあるからおもろい。一緒にいると苦しくなるね。おもろそう。すごい、そう思うとマジで、まゆこさんの落ち着きってすごいと思う。確かに。落ち着いてないじゃん、別に。確かに。しかもなんか初期からなんですけど、うん、なんか普通に冗談みたいな言って、うん、普通に嘘ついてネタバラシしないんですよ。なるほど、それなんかたまにあるよね。マジやっかい。めっちゃそういうのが多くて初期の時、うんうん、私あの番組出るんだよねみたいな言って、なんかみんなもうえすごいえあれ出んの有名番組ね。そうそう、うん、って言って、ハタゴンはそれをなんかドッキリみたいな気持ちで言ってんだけど、うん、なんかネタバラシが全員に伝わらないから、なんかみんなみんな信じて、いつ出るいつ出る、そう、だって、今日好き。やってた？ねえ、マイク今日好き出るんだ。ねえ、なんかすごい。え、は？マイクさん、今日好き出る。無理です。
る。決まった？終わったの？決まった？え？どっちですか？どっち？どっち？勝訴した？こんな感じですよね。オッケーオッケーオッケー。楽しみにしてる。いいね。お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけてね、また明日。頑張ってくれてありがとう。だからずっとみんな気を引き出ると思ってた。いた？マユちゃん。すごい気を引きの話知らない。多分ヤバキだわじゃあ。多分はぶられてた。え、結構もう初期初期ってこと？マジ初期初期です。抜擢されたってことじゃん、自分が。お披露目するかしないかぐらいの時に。そんな時にさ、どう見るとつきつきがある。そんな状況に。話したかったんだよ、多分。しかも、あやめろとかもめっちゃなんか、え、すごいねみたいな。まあ、そうだよね。なるよね。世代だから、めっちゃすごいみたいな。苦しい。今何時？ 2 じゃないよって聞かれた。今？今ね、半、37分。あ、みんな、40分になったら、あの、2じゃないよ始まるんで。サリ？はい、終わり。お、誰なんだ？菅原は終わりにしたいと思います。え、すごい。カホリンの声がする。お、いただいま。ね、リーダー。みんなタコありがとう。すごいなんかたこ焼きパーティーみたいになってる。でもタコなんてあるんだ。なんかめっちゃタコだよ、見て。いっぱい金のタコがいっぱい。金のタコなんだ。38分になったら教えてください。疲れた。38分、うん、もう38分。いや、忘れなきゃ。笑い疲れた。じゃあねー。めっちゃ痛い。38分。もう今38分。みんなぶせちゃダメだよね。うん、うん、じゃあまた再開したらいいんじゃない。あー、10分後にね。じゃあ、ま、みんな40分から東海ラジオ聞いてね。バイバーイ。バイバーイ。